こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、1週間の総括の日ですね。日曜日は総括の日ということでね、全国的に雨ですね。いや今日ね、自分の生徒さんとね、朝ね、ズームやったんですけど、本当はね、その前にね、海に入ろうかと思ったんですが、雨でね、起きられなかったですね。まあ、言い訳ですけどね。そうなんですよ。いやでもね、本当、各地の被害、本当心配ですよね。ここは千葉なんですけど、千葉でもね、普段は平気そうな地域の被害がね、多いんですよね。こんなところがなんでみたいな感じで、まあ、ちょっとね、雨雲の関係でね、そうなっちゃうんですけど、本当ね、海のそば、川のそばだからってわけではない。っていう形でね、本当注意していただければと思います。本当ね、海のそば、川のそばの方はね、さらにもっと注意をしていただければと思います。それではまずは全国波情報、本日の振り返りからですけども、秋雨前線のね、低気圧の渦が東の海上に移動。前線なんでね、また低気圧が来ていますけど、そのね、東の海上にずれていく低気圧のおかげでね、風がね、全国的に吹いてしまっています。またね、うねりはね、その低気圧と南の海上の高気圧からのうねりが続いてます。日本海側はね、その低気圧からのうねりが届いてね、サイズがね、なんとかキープしてくれていました。太平洋側はその高気圧と低気圧からのうねりが続いてくれています。それでは明日のね、波予想なんですけども、明日もね、またうねりは続きますね。梅雨じゃねえよ、秋雨前線の低気圧のうねりが続きます。一緒に風もね、強くなってしまうかもしれないんで、注意が必要かなと思います。高気圧がね、日本 の、 北海道の北東と南の海上にあるので、そのうねりもね、続きそうなんですね。明日もね、サイズはキープしてくれますね。東の海上に過ぎた低気圧からのうねりも合わさるんで、場所によってはね、サイズが上がるエリアもあるかもしれないですね。明日も雨、風が強いので十分に注意しましょう。今ね、今日も民宿からね、お届けしてるんですけどね、雨でね、今ね、ちょうどね、裏側がね、林みたいな感じになってですね、竹が生えてて、すごいね、癒される感じなんですけども、いや、いいですよね、ここの民宿、本当にね、海側でなんか開けてていいですし、山側は山側でね、緑で癒されるっていうね。でそこでね、鳥さんがね、たくさんいてね、さえずりが聞こえる。雨宿りしてるんですね、この森の中でね。そんな感じが聞こえるんですよ。まあそれはいいとしまして、いや、まあ癒されるって話ね。で今日の一言はなんですけど、まあ、日曜日ということで総括の日、それでは早速いきたいと思います。波乗りマガジン219、あ、もう219か、早いな。1週間総括の日ですということでね、先週は台風が発生しましたね。うん、9、10、11、荒れ模様でね、波が結構ありましたね。日本海側のサイズをもたらしてくれたのがありがたいですけど、やっぱりね、その被害がね、いろんなエリアで被害って感じだったね。本当に心配な週になっちゃいましたね。本当ね、今週も注意しましょうね。ということで、波乗りマガジン220、オリンピック閉会式を終えて、ということでね、これからが楽しみになりました。昨日ね、オリンピックの閉会式見ましたかって話でね、この時ちょうどね、閉会式の、翌日で撮ってますからね、なんかね、選手の方々の笑顔に癒されましたって形で、でも同時にね、寂しくもありましたよね。でも、これからがとってもワクワク、期待ができることがたくさんある。っていうことが分かったんで、それをね、お届けしていきます。ので、ぜひね、見ていただければと思います。いや、ほんとね、感動的でしたよね。それでね、オリンピックのおかげでサーフィンとかね、始めようって思う人が増える、一人二人でね、増えてくれるといいなと思います。それでは、波乗りマガジン221、上手い人はガツガツしないということでね、
この間平日に海に入った時に、台風の後でめちゃめちゃいいだろうと思って入ったらね、やっぱ予想通り良くてね、そして人が少ない、最高だなと思っていたら周りにプロが数人いる状態、そんなプロに囲まれてるサーフィンね、どうなったでしょうかということで、まあ言いたいことはね、そういうことではなくでね、やっぱね、上手い人はね、さすがっすよっていうね、ちゃんとね、分かっていらっしゃる。本当に。いやでも本当にプロに囲まれてるサーフィンって形でね、あのまあ楽しくもあり、学びが多かったかなっていう中でね、一番これは、やっぱりこういう姿勢でね、サーフィンをしたいなっていうのがね、お届けしてますんでね、ぜひ振り返っていただければと思います。ということで、メニューマガジン222フェスティバルが中心にレモンスケボーしてきましたということでね、千葉のタイトーで、サーフタウンフェスタっていうのがあったんですよ。あったんですってか、やる予定だったんですけど、中止。コロナ禍でしょうがないですね。ドンマイということでね、せっかくそこまで行ったんで、スケボーをしてきましたよということで、ね、そこからね、しだしたの入り口、今現在がね、封鎖されてる状態なんで、その先までね、ちょっとね、スケボーで入ってきましたよっていうことで、そのおすすめのね、自分が乗ってるスケボーのおすすめ、さらにね、いや、このスケボー、今自分が持ってるより、こちらの方がいいんじゃないかなっていうのをね、お届けしてるんで、もしね、これからスケボーを買いたいっていう方は、ぜひ見ていただければと思います。聞いていただければと思います。波乗りマガジン223、マッサージは大事という。ね、これ結構ね、自分結構再三言ってはいるんですよ。そうなんですね。めちゃめちゃいい 波乗った後ね、サーフィン後のストレッチを忘れちゃいましたよということで、どうなったでしょうかということをね、お届けしています。で、一緒にね、大事なマッサージね、マッサージは自分でやるだけではなくてって形でね、お届けしていますので、ぜひ参考に聞いてください。それでは波乗りマガジン224、一番きつい陸トレを紹介します。この間ね、読書さんもよくあることだと思うんですけど、サーフィンしていてボードが足にヒット、しかも打ち所が良くない、筋痛めたかなって思ってしまいましたぐらいね。でもね、波乗りをやめないバカなんですけども、そう、触っても痛い、3日間ぐらい痛いんでね、膝の裏側なんで本当に筋痛めたかなと思ってたら、なんとか歩けたんで養生していたんです。でもやっぱりトレーニングしたいって思っちゃうんですよね。なので、じゃあどうやったらね、その足を、そこを使わないでね、膝を使わないでトレーニングできるかなって考えたんですよ。そのね、考えたことをね、リクトレをご紹介するんで、ぜひに聞いていただければと思います。でね、先週から始めてるんですけど、 LINE マガジンということで、土曜日に配信してる LINE でね、一斉配信してるんですけども、そちらをこれからね、一緒にね、チェックできるような形でね、メルマガでは配信してますんで、気になる方はメルマガを登録していただければと思います。もしメルマガね、登録されたい方はね、ビコラに貼ってますんで、ぜひ登録してもらえれば、1週間丸々ね、波情報も分かるような形にしてあるんで、ぜひ見ていただきたい、聞いていただきたいと思います。ということでね、今日はここら辺で終わりたいと思いますけどね。そう、先週はね、ズーム、今朝もそうだったんですけどね、ズームって感じだったんで、ズームでね、自分 の生徒さんとね、ズームレクチャーって感じでしてきましたんで、結構ね、年配の方とズーム今朝したんですけどね、とってもためになりましたね。やっぱり先人の知恵じゃないですけどもね、やはりいろいろと聞く、学ぶっていうのはね、すごく自分もね、楽しいんでね、刺激受けるんで、これからもね、ズームレクチャーっていうのにね、もっと力を入れていきたいと思います。いや、今週は明日またレクチャーがあるんで、普通にね、対人でレクチャーがあるんで、オフラインでね、それからのスタートなんで、また来週も忙しそうですね、今週か、忙しそうになりそうですね。ということで、まだね、雨がまだまだ続いてますんで、ほんとね、十分ね、注意していただければと思います。ニュースとかね、よくチェックしてね、注意して、もしね、サーフィン行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでくださいね。家でもね、できるサーフトレっていうのもね、楽しんでいただければと思います。
それじゃあね、今日はここら辺で終わりたいと思います。それじゃあね、明日海に行かれる方は気をつけて、ほんと十分気をつけてね、サーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。